私たちはそれが100倍の利益をもたらすと予測しています。はい、こんにちは。サラリーマンの給料以外にもたくさんの収入源を作りましょう。マルチインカムサラリーマンの八野です。今日も GIB、GCG アジアの情報をお伝えしていきます。今日はこちらの3つのメニューです。1つ目、GUSDT の価格情報をお伝えします。2つ目、 OC オプションコントラクトの公式テレグラムが始まりましたということでね、公式アナウンスが2つほど出ていますのでお伝えします。3つ目、 GIBX スワップデックスということで、9月20日に取引所がオープンするんですけれども、DEX の取引所もオープンするんですかね。ね、GIBExchange.io とまた別に、DEX の取引所がオープンするのかな。そんな感じで、9月14日に何かしらのイベントがやるということでね、チラシが出ていますので、こちらをお伝えします。はい、まずはね、価格ですけれども、今朝6時くらいの価格です。コインベネ GSDT 0.1149 ですかね。はい。24時間の変動を見ても、ほぼね、変動ないですかね。1178から1120の間なので、はい、あまりね、動きがなかった感じですかね。もうしばらくこの横ばい続くんですかね。はい、という状況です。はい、そして他の取引所ですけれども、ほぼ変わってないですね。ちょっと上がってますけれども、全体的に、ほぼ変わってない、もしくはちょっと上がったかなという感じです。L バンク 0.13、ZB が 0.109 なんでね、この辺ちょっとだけ本当に上がってるって感じです。コインタイガーも 0.12 まで同じなんですけど、ここですね、7のところが、昨日確か2とか3とかじゃなかったでしたかね。はい、あとは、WBF も 0.11、はい、ということでほぼほぼ変わってない、もしくはちょっと上がったかなっていう感じです。はい、価格情報はねチェックしていきたいと思います。2つ目、オプションコントラクト公式テレグラムが始まりますということでね、公式アナウンスが2通出ています。はい、まずはこちらですけれども、テレグラムアプリのインストールチュートリアル、 GIBX のすべてのメンバーに、当社は新たに開始した新しい OC 暗号オプション契約である5倍の保険保証ポリシーを組み込むために、 OC コミュニティリーダーになるための申請に参加するすべてのメンバーに特別に開放しています。関心のあるすべてのリーダーメンバーは初期段階でベータテストバージョンに参加できます。 OC 暗号オプション契約の主要なインストラクターは、主要な通信方法としてテレグラムアプリケーションを使用します。また画像チュートリアルなど会員様にご利用いただけるダウンロード方法やチュートリアル資料をお送りします。メンバーはチュートリアルに従ってステップバイステップでインストールできます。新しい暗号オプション契約のベータテストバージョンが爆発しそうです。私たちはそれが100倍の利益をもたらすと予測しています。まだ参加を申し込んでいない会員は、急いで会社のプラットフォームにログインし、登録フォームに記入して参加する必要があります。新しい OC 暗号オプション契約には保険プール報酬モデルが付属しており、予想外に莫大な利益が得られるので、今すぐサインアップしてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、まずこちらが9月7日火曜日付で出ていまして、その翌日ですね、こちらの、はい、公式アナウンス出ました。 OC デジタルオプション契約公式交換グループ、すべての GIBX メンバーに、当社の新しい OC デジタルオプション契約は大いに爆発しようとしています。これは保険が適用される5つの単一投資の保険プール契約モデルです。すべての参加者は1つの注文に勝つ限り利益の 45% を得ることができます。すごいですね、 45% です。
5つの注文が全て失われた場合、ユーザーは会社の保険保証ポリシーの 100% を取得するのに十分なプラットフォーム通貨 GUSDT を制約するだけで済みます。同時に同社は全てのユーザーが参加できる公式の電報、これテレグラムっていう意味ですね、テレグラムグループを設立し、最新の情報と市場分析を初めて入手しました。以下は公式リンクです、と、はい、いうことで、こちらにね3つのテレグラムアドレス載ってますので、皆さんね、テレグラムぜひ登録してみてください。ただちょっとね、英語 EN っていうのは英語、イングリッシュですね。で CN チャイナ、中国語のグループですね。でオフィシャル公式グループ、これオフィシャルなんで公式グループですね。で全部ですね、私見てみたんですけども、残念ながらね、中国語でしたね。この EN 英語と書いてあるけど、ね、英語のグループも中国語で会話されていて、ちょっとねやっぱり中国語わからないとなかなか厳しいかなって感じでした。はい、後でねこの辺見ていきましょう。一人の教師、またグループの市場動向を分析し、長年の取引経験を教えます。興味のあるメンバーや家族は無料の最新情報を入手するためにグループに参加する必要があります。同時に OC コミュニティチームリーダーになることを申し込むメンバーは多くのリベートと高い利益を得ることができます。関心のある全てのメンバーはプラットフォームを介して申請フォームに記入でき、会社の舞台裏でレビューされた後、チームリーダーになることができます。チームリーダーの最終登録の締め切りは9月12日日曜日の0時です。座席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。この新しいプロジェクトを通じて、当社は2021年に最大100倍の利益を得ることが期待されています。まだ参加していないメンバーや家族の場合、会社は全ての人にできるだけ早く参加を申し込むよう呼びかけています。この珍しい機会をお見逃しなく、前例のない富の共演が爆発しようとしているので、それをお見逃しなく。ありがとう。あなたに感謝します。はい、こちらがね、9月8日水曜日付で出ていますと。じゃあですね、先ほどのね、テレグラムのね、このテレグラムアドレスから、はい、実際にね、テレグラム私も登録してみました。はい、こちらになるんですけれども、これですね、GIBXOC というマークついてますね。これですね、はい、GIBXOC っていうテレグラムグループで、で、まあ3つあるんですけれども、これですね、オフィシャルグループっていうのと、ちょっとね、今入れ替わりましたけれども、はい。で、こちらが、中国語の、漢方群って書いてあるのでね、ここでなんか公式アナウンスが出るような感じですかね。はい。で、こちらがですね、9月8日にアップされている、こういうね、たくさんの、資料がアップされてるんで、まあ、残念ながら中国語なんですけれども、はい。ぜひね、見てみてください。ね。どうやらですね、なんか、こう、講師、ね、先生がいて、その先生が、こう、なんていうんですかね、チャートを解説しているような、そんな、ね、ものが、アップされていますので、テレグラム登録していただいて、で、この辺のね、PDF、ぜひ見てみてください。はい。そしてですね、はい、こちらですね、先ほどのテレグラムチャンネルから、ね、PDF を開くと、まあ、こういう感じの内容のものが、だいたい4ページくらいかな、4ページくらいの PDF が、はい、見れますので、で、中国語でね、全部書いてあるので、まあ、これを Google 翻訳してみたものを右に、はい、載せてますけれども、で、これが何ですかね、ちょっと意味わかんないですけど、方向性が明確になるのを待って上昇傾向は半分にカットされますということで、この人、まあ、多分こうチャートを分析する先生なんですかね。はい、皆さんこんにちは。私は、ムイっていう先生なんですかね。ムイの先生です。現在デジタル通貨は世界の主流の金融商品であり、
BTC などの取引も高リスクで高収益の投資です。参加者が多いため、戦場での激しい戦いと同じように、どちらも生き残り、究極のものになります。勝者はまた、死んで戦場の犠牲者になるため、不確かな戦いを戦うことはできません。市場前の戦略的分析は、戦前の戦略的展開ですと。ちょっと硬いですね。以下は今日の具体的な分析ですということで、9月8日に分析した、ね、ものが解説されています。 ITC USDT のテクニカル分析、マーケットレビュー。昨日の市場では前に大きな急落がありました。ビットコインが主導した最大の落ち込みは1万 USDT に達しし、全ての電子通貨をリードしました。 ITC は減少が最も少ない品種の一つであり、以前のショック範囲の下部に落ちていますが、それを下回っていません。本日の分析。本日市場がオープンした後も市場は主に下降を続け、昨夜の安値を更新しました。これは対照的な市場トレンドです。現在 BTC やイーサリアムなどの主要通貨を参考にすると、短期的には勢いが逆転し、 ITC などの通貨もそれに続くでしょう。次の中長期的な傾向を観察する必要がありますが、次の2日間の傾向については引き続き短く、長くはなく短くなります。はい、で下の、4時間チャートですね。はい、で分析しましたということで、まあ、こんな感じの、ね、内容が先ほどの、ね、PDF に書かれているということで、多分人によってね、あのなんですかね、取引の通貨、これは ITC と USDT なんですけどもね、ビットコインを分析している人がいたりとか、まあ、そういう感じだと思いますので、はい、気になる方はね、あの PDF 開いて、で Google 翻訳かければこんな感じでね、翻訳できますので、やってみてください。はい、はい、そして最後ですね、 GIBX スワップ DEX ということでね、チラシが出てきました。はい、こちらなんですけども、GIBX スワップデックスオープニングセレモニー2021、Will Officially Kick Off On ということで、2021年9月14日、ね、8時 PM、北京時間なので、日本だと9時、夜9時に、まあ、多分ね、オンラインサミットみたいな感じで、ね、また放送されるんじゃないですかね。はい、なので、ね、ぜひチェックしてみて、うん。まあ、9月14日にセレモニーを行って、オープンはね、9月20日じゃないかなと思うんですけど、もしかしたらね、翌日からもう GIBX スワップ開始しますよってことになるかもしれないんですけども、ちょっとね、その辺の情報まだ出揃ってないので、はい。まあ、まずは9月14日のこのね、セレモニーをチェックしてみましょうね。最近私もあのチェックするのを忘れてですね、見逃してしまうので、で一回見逃すとね、あの動画消されてしまう、非公開にされてしまうので、はい、できればね、ちゃんとこの時間に見て情報を得ていただくのがいいのかなと思います。はい、ということでね、今日もここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がね、良かったよ、役に立ったよ、参考になったよ、面白かったよという方はですね、グッドボタン、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!